8位になってるみんな。まあしょうがないな、配信できなかったんだもん。直樹さん、ありがレインボースター。やば、目がカピカピだわ、もうダメだ。ちょっとこの配信1時間やるつもりだけど、ちょっと無理そうだったら途中で終わります。目が痛い、眠いじゃなくて目がね、乾燥しててコンタクトレンズつけてるから。こんばんは。今日はね、舞台出てたんだけど、舞台に出ていたんですけど、充電器欲しいな。近くにない？なんか8になっちゃった。サンキュー。お水欲しいな。これでやったら8か。ああ、そんなのあった。これ一瞬抜きます。はい、喉がしょっちさん、ありがとう、ありがとう。今日舞台だったんだけど、あー喉痛い。なんかすごい花粉飛んでるかな。ドア開いてるね。そう、今日ね、ママ、まあいい、今日ジョンマイラブが朝公演だったんですよ。朝公演だったんですけど、朝公演って朝10時半に始まるのだから、だいたい終わるのが12時半とか過ぎで、ひらぎさんありがとう。そしたらだいたい1時くらいに片付けとか、1時過ぎに片付けが終わる感じなんだけど、その今日で舞台が一旦お休みだったので、今日終わったらこの愛媛から愛媛を出発するってなったんだけど、その交通機関の危険、あれ交通機関の事情で、2時間くらいかな、劇場で待とうってなって。でも最初はね、わさぴさんありがーいす、ありがとう。そう、え、セータさんかわいいでしょ、 T シャツ。最初はもっと、え、もっとね、かかってた。最初はもっと待ち時間あったんだけど、ちょっとだけ早くしてもらって、マックスさんありがとう。で、2時間くらい暇だったんですけど、みんなね、片付け終わったら帰っちゃうんだけど、共演者の方が肩に肩を引き止めて、
話し相手になってもらったんで楽しく過ごせました。おかげさまで優しいですね。アクさんありがハート、優しかったです。アクさんありがお疲れ、ありがとう、お疲れだぜ。マーサーさんありがレンボースター、耳かゆい、そう優しいです。そうだからみんなに会えなくなるの悲しい。見送り会言って、そうだね、これは2人くらいかな、そう私が。引き止めました。こんばんは。お水ちょうだい。なぎさんありがハート。耳もかゆいし喉もかゆいしダメだ。ちょっと配信ができる。耳がかゆいしどうしよう。お土産買いましたよ。こんばんは、元気元気。お、ありがとう。かゆよくさ、ありがお花。今日なんか変わったことあったかな。ないな、特に。朝起きて配信1時間して劇場行って歌を歌ってストレッチして歌を歌ってたらリハが終わって、思ったより時間なくなって急いでカツラかぶって衣装を着て。スーさんありがくまん、ありがスーさん、テスさんのありが花束タピそう、あ、確かに言ってくんぽいね。で、公演が終わったから終わって片付けしてたらして、でもまだ時間あったからそう、共演者の方と1時間くらいおしゃべりして、あとはもう行って、その後もずっと何もしてないからもう平和な一日でしたね。つまらん会話になってしもうた。しゅんごさんありがレインボースターとありがさくらんぼ。なんかもうジョーマイラブ見た方はぜひ感想を教えていただけると嬉しいですね。うん。スペースゴーさんありがお花。あと今日はインスタのストーリーの返信してた。ずっと。そう、インスタのストーリーの返信をずっとしておりました。ジェミさんありがくまちゃん、ありがジェミさん。あと14万ポイントだって、まだまだだけど、うん、
ぱい走りができないと厳しいね。顔でかくなるよ、その顔したら。でもボッサボサだね。この時間眠いわ私。この時間はね、私寝てるからね。寝てないけど。宇多田は音、顔のパーツはお母さんかな。全体はお父さんかもだけど。そう。あ、感想言ってくれた、ありがとう。二幕の初めの歌すごく大事だったっていうのが好きです、嬉しい。そう、でもたまに大事に歌い、なんか丁寧に歌わなきゃって思いすぎてちょっとリズムがずれちゃうことが多くて、私リズム遅くなりがちなんですよ。だからちょっと最近はそれも気をつけなきゃなって思ってます。うん、性格はお父さんかな。全部が全部お父さんじゃない、宇多田ハツカっていう人間だから。宇多田やす、あ、ちょっと今名前言おうとなった。宇多田パパさんの性格に 100% は似てないですね。ただ人のコミュニケーション能力の観点で言えば父に似てる。のいちゆうやさん、ありがかーい。はやちゃんさん、ありがこばん。そう、マイドリーム。ごはん。ただは変わってるって言われたりする。言われるは言われるね。思ってるとかそういうのじゃなくて、言われるには言われるね。事実言われはしますね。なんか最近結構舞台の方と初対面だったじゃないですか。なんかあんまし初めましてってなかなかそんなないじゃないですか。人との初めましたって毎日やるようなことじゃないじゃん。で、舞台出るってなって、まあ、3月に稽古に本格的に参加して人と話すようになって、すごい一気にいろ何人か新しい出会いがありましたけど、まあ、まあ、そうそう、ちゃんと話したようなね、何人かにね、初は変わってるねって言われました。でも変わってるって分かんないですよね。基準、私を基準にしたら私が普通になるわけですからね。でも最近は、でも私はでも話し方に癖があるんですよ。なんか人見知りとかまだあんましこう親密なね、なんか普通に話せる関係になってない方とかに対しての話し方が癖が強いから、それがね変わってるように聞こえるんだったら、もうだから逆に仲良くなったら普通だと思うよ。芝居良くなってる、うれびーぴえん。でもまた20日空くからちょっと忘れないように毎日歌は歌うわ。そう、世界の中心宇多田ハツカで愛を叫ぶ的な感じでございます。まさくまさん、ありがかわいい。私滑舌悪いですか？はっきり喋ろうと思えば喋れますよ。こうやってね、普段話してる、この話し方やめようと思ってたの忘れてた。歌に影響するからね。基本的にあんましこう普段話してる時に口動かさないんですよね。だから滑舌いいのか分かんないけど、いいか悪いかも分かんないけど、滑舌がいい私を見たかったら舞台見に来てくれ。舞台見に来てください。そしたらね、滑舌良くなってると思います。
まくり出しさんありがたくちゃん、まあ、確実にいつもよりはいいと思います。直樹さんありがレインボースターありがとう。まくり出しさんありがくまちゃん。余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさん、ありが花びらん。こんにちは。この話し方やめようと思ってたの忘れてた。この話し方、今のこの話し方をすると、このベロと軟口蓋、なんかベロがこう、なんて言うんだろう、で口の中のこの空間がこんくらいになる。こんくらいだと歌はここの空間が大事らしくて、ここの空間が歌うときにね必要なんですけど、私話し方が普段こんな感じで、それをめっちゃボイトレの先生にね、もうハッツの話し方は心がもうこうやって鼻のここら辺でうんだだだだだって話すから、歌は軟口蓋上げてベロ下げて歌らハッツカですみたいな感じで歌ってねって言われてるの。でもやっぱ普段からそういうの直した方がいいよね。冒険が好き、嘘、嬉しい、ダメだ、ボロっちゃった。嬉しい、ありがとうございます。はやちゃんさん、ありがとう。そうそう、ダメだよ。ハピー、ちょっと待って、おっぱいハピー、こっちおいで。はい、そう、今までの見た鉄の中で一番好き、見たことないけど他のそうだよね、宇多田のお姉さんで喋ればいいか。頭に何つけてんのこれ、髪がついてるよ。これは新しいお菓子、いただきます。はい、パモン。お手、あ、お手が見えない。カピ、お手、お手みんなに見えるように。はい、ありがとう。これはお手は右手でやるから、お手、おかわりは左手。はい、正解です。はい、アークシュー、アークシュー。え、待て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 、あ、待て、あ、待て待て待て、よしよし、あ、偉いね偉いね、よし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 、偉いね、待てができるの偉いね。あ、もう食べたの、早いね。じゃあもうちょっと近づく。まさかざっとまくふふさん、ありがさくらんぼ。意外と賢いね。賢いよね、パピはね。ね。名前はずっとパピパピ言うてるやん。性別はどう見ても女子やん。年齢はどう見ても11歳やん。犬種はどう見てもミニチュアシュナウザーやん。由来は、それは何に対しての由来やねん。性格は見ての通りビューティフルでおとなしくて品のある素敵な犬やん。値段を聞くのすごいデリカシーがないわよあなた。値段は覚えてないよ。値段とかじゃないやろ。お口大きいんだね。お口大きいんだね。そう、私パピちゃん。パピの名前の由来は特にないよね。お姉ちゃんがつけたんだよね。パピだーん。かわいい顔してるね。なんと。かわいい顔してるわ、ほんま。今日、今年の生誕グッズも
私の毎年恒例我が家の愛犬パピちゃんがグッズになりました。ポコちゃんもいます。イラストは私が描きました。もともとは紫色で描いてたんですけど、ちょっと印刷の関係でちょっと色がつくとなんかすごいモザイクを若干かけた感じのフィルターをかけてるんですけど、あの絵それがあると色だとモザイクみたいなのがなくなっちゃうって言われて、ちょっとそれだとちょっと悲しいなと思ったので、ね、モノクロにしました。まあでもなんか俺紫だとちょっと可愛すぎたかなって思って、まあでもまあモノクロでもまあ普段として着れないかもしれないんですけど、そうそう、ちょっとまあモノクロでもまあいいかなと思ってモノクロにしてみたよ。ねえパピタン、まあパピは実際モノクロだもんね。ねえバビタン、あの元の描いた紫の絵はツイッターにあげてるので見てください。ねえバビタン、あポコちゃんが出てったよ。ドッグランでもよく見る？だってパピタン。でも一番ね、私が街中歩いててよく見るなと思う犬種はトイプードルじゃない？トイプードル一番よく見るよねパピタン。あとやっぱり柴犬多いよね。うん、寝るんや。のとかゆいです。あと11万ポイントで7位。やっぱりトイプードル一番人気なんだってパピー。へー、こもれびの密度でもうすぐ夏だよって風が教える。眠くなんてないんだよ。人見知りと知るまでずっと君を誤解してた。マイナスからのこの恋、君は僕らそばにいるとわかる。みんなのように上手に生きられない。君は僕ら変なとこが。ありがとう朝熊さん、ミラーボールありがとう、ちまさんも音符ありがとう。笑顔のまま変わらない君が好きだ。夏になったら毛刈りしてやるんですか？そうですね、夏とか関係なく定期的にやりますね。定期的にカットはしないといけない研修です、ミニチュアシュナウザーは。まだ後ろに入っちゃう。歌が上手くなった。やった嬉しい。部屋もかっちゃいねえ、わりかいね、かわいいね。そう、一度きりのそのキスは夜空横切った流星。ティッシュ使いすぎやない？リビンみんな明日のご予定は？あ、来た。ポコちゃんおいで。明日
日のご予定は何ですか。エースのワンペアとマークユウさん、ありがくま。今日移動中に編集しようと思ったけどね、ちょっと酔っちゃってね、できなかった。まあちょっとした、ちょっとだけした。20分くらいしたけど。秘密？ね、どっか他のアイドルさんのライブでも行くの？学校？うん。今回の舞台がミュージカルだからね。ね、パピ。パピがアイドル並みに前髪にこだわってたら怖い。スタバでメロンメロンしたい。それね、夢見る3人で編集頑張ってるんでしょ。そうです、それぞれ担当の動画があって、その担当の動画の編集してます。今みんなで頑張ってます。明日の配信のスケジュールは決めてないです。ちょっと明日どうなるんだろう。明日ね、明日どうなるんだろう。ちょっと待ってね。じゃあ3本は上がるってこと？っていうかずっと編集はやってるのよ、3本てか。ストックはたくさんあるんだけど編集が一生に終わらなくて、で最近5分だけでも毎日やるようにしようっていうのを決めて、一応私をそう5分だけでもやろう、じゃあ忙しい時もみたいな感じでやってて、最近それをここ4日前くらいからやっと始めたので、編集は一応止まってた編集は進み出したから、まあ、あと1週間後にね一つ完成できたらなって感じです。だからちょっとこれからこんな感じで毎日編集できるように頑張るので、投稿頻度が徐々に徐々に上げたいなっていうのはありますね。あとは今日の5分はこれから、一応今日は編集は20分はもうしたけど、まあ、もうちょっとやってもいいかなって今思ってます。はやちゃんさん、ありがこばん、とハートありがとう。あとはなんか個人的には1週間に1回は3人で電話したいねって言ったんだけど、ちょっとどうなるかわかんない。クプークプーさん、ありがー、くまちゃん、はい、そう、全鉄大集合のチケットまだ販売してるので、はい、ぜひぜひ来てください。ライブ26日の午前には公演もあって、私のジョン・マイ・ラブの公演を見てまたライブを見れるっていう、すごくお得な気持ちになれるようなスケジュールなので、ぜひ迷ってる方はぜひ来てください。エースのワンペアとマーク、イエースさん、エースのワンペアさん、ありが花びら。ライブ配信あるよね、ちょっとまだわからないです、それは。でもあるの期待してなかったら悲しいので、ぜひ現地に、どっちも行く、嬉しい、楽しみ。エースのワンペアとマーク、ユフさん、ありが花びら。本当に来てほしい、宇佐田のファンの方は来てほしいです。みんな来てほしいんだけど、宇佐田のファンの皆、宇佐田のことが好きでいてくれている数少ないファンの皆さんには来てほしい、心の底から。だからもしうだらのファンの方の友達とかが今日配信見てないかもしれなくて、行く予定ないって言ってる方は全力で呼んでください。ライブと公演全力で呼んで、初推しの友達がいるみんな来た方がいいよって呼んでほしいな。
そう、ゆりなちゃん来ますよ。こんばんは。あ、オンライン夕食会あれちょっとよくわかんないけどあるらしいね。ね、そう、私のファンじゃない方もぜひ公演見てほしい。そうそうそう、ライブだけじゃなくてせっかくだから。ね、言っといてね、友達に宇多田推しがいたら。前日大集合とジョン・マイ・ラブ絶対見に来てねって言ってたよって。直接見に来て。セットリストはもう決まりました。嬉しい。ハッツのジョン・マイ・ラブ。じゃあ、まあ、ルーンちゃんとはちょっと違ってあれかもだけど、宇多田ハッツなりの鉄を見せれるように頑張ります。そうだね、遠い二郎ちゃん出るかな。それも待ってからのお楽しみで。うん、そう、湯本さんはどうだろう、ちょっとわかんないな。ちょっとまだそのジョン・マイ・ラブのコーナーに関しては私まだ何も知らないので、ちょっと申し訳ないんだけど、もし知らないから、あの AKB のライブパートは分かってるんだけど、そう、ジョン・マイ・ラブのパートの時の衣装とかもちょっとわからないかも。あと20分。何する？歌でも歌う？でもちょっとカラオケのイヤホンがないから。いやでもあれだよ、 iPhone 充電器のやつ刺さないといけないやつ。分かっててもそう思っちゃうよね。チュッチュッチュッチュルチュルチュララ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 ラ。木漏れ日の密度でも。すぐなつ、この時間って言って人見にあれだね、見に来ない時間だね。まさかだとマークフフさんもありが花びら。まあ宇多田の宣伝が足りないのもあるだろうけど、この時間やっぱり一番人が来やすいのって8時とか7時から10時くらいだね。あらだらし、我らのゴールドは、うん、ははんきこのま、たた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 、出会うために。ねえ、ななちゃんめっちゃね、すごいよね。私も。明日はどうだろう、明日か明後日どっちかは無理だけど、ずっと予定があってできなかったけど、ちょっとお休みになるから、できたらできるだけやりたいね。
当は踊りたいですわ。うん、この時間なんだ。ちょっともう配信いやいや、ポコちゃんが見えるんだけど、なんで？わかんない。ポコちゃんで伝わろう。似てる。こんばんは。何これ、バイクでも乗るようになったの？自転車。どうして？虫が風を防ぐのと海からも入ってくる。こんな人いますか？初めて見た。バイクでも免許でも取ったのかと思った。これにする。いやいやさん、ありがとう。どうですか、夢になっちゃう。あ、ゆるいさん、ありがとう。ポコちゃんがずっと見てんだけど。ポコちゃん見てる。いやでも今日配信全然できてないから。ポコちゃんだってね、トップ3目指すって言ってるのにさ、できる限りしないとだけどね。こんな顔だ。まあでもまあ楽しい気がしちゃう。それかでも被ったら反射しそうだね。反射して、おお、びっくりした。なんかすごいすごいグッズを手に入れてよかったね。それどこで買ったの？ん？私？何円だった？いくらぐらいだった？5000いくら？4000いくら。妹が自転車用のヘルメット買ったらしい。バイクかと思うでしょ。うん、バイク。すんごいガチの。かぶる？かぶるけどちょっとみんな横にはけてね、反射するかもしれないから。あ、そっか。よし、よけとこ。うん、映るかもしれないから、はけて。はけとこ、はけとこ。あー、反射するね。まあ、いっか。はい、これが妹の自転車のヘルメットらしいです。すごくない？これこんな人見たことない。こんな学生見たことないんだけど、私。え、こんな学生見たことないんだけど。チリンチリン。エースのペアットマークエースさん、ありがレインボースター。なんか虫が入ってくるのが嫌らしいです。そう、でもさ、そこ閉めてるとこに虫入ってきたら終わりだよ。そんなことある？確かに。でも虫、神秘の匂いがする。あ、やばい、もう目が痛くて。虫がね、確かに電車こいでたら、こう虫がこいでる方でペンって目に入ってくることあるもんね。やばい、もう耳もかゆくてね、もうね、コンディションがね最悪なの今。もう目もかゆいし、喉も、もう私の五感のほとんどがコンディション最悪。にゃ。
いや耳に入ってくるのも嫌らしい。めった。やっぱコンタクト、それ今日ツイッターで ACL だっけが目の中にコンタクトレンズを入れてあの目の中にコンタクトレンズを入れて視力を上げるっていう手術があるんだけど、あれの、ま、なんかブログみたいな方が書いてる漫画があったんですけど、すごいなんかすごいいいらしいですよ。私視力めっちゃ悪くてさ、こうやってコンタクトつけてたらもうこのコンタクト朝7時いや違う6時だ、そりゃこうなるわな。もう朝6時からずっとつけてるからもう目カピカピなんだよね。だからさ、そういう手術してくなっちゃうよね。コンタクトレンズ高いしね。お肌の調子は普通にいいですよ、ここ最近の私に比べたら普通にいいです。悪く見えますかね。個人的にはいい方です。ニキビ跡は正直消えないんですよ。全然ニキビ跡ってなかなか消えないから、そう、受けてる人いるかな、この中にいないか。でもレーシックは、あのね、レーシックは眼球を削るんだよ確か。でもその ACL、 その眼内コンタクトみたいなは眼球に少し穴っていうか眼球を少し切って、その中にレンズを入れ込むみたいな手術。そうそう、配信してなかったらそうだね、今頃コンタクト取ってるね。そう、やっぱでもね、怖いよね目は。何があるか分かんないからね。そう、おお、いいね、歌声も自由自在になるといいね。あれですね、こんばんは。そうですね、私って何が向いてるんだろうね、難しいよね。私って何が向いてるんだろうな。将来何が向いてる、今日なんか、そう、今日その共演者の方が、あの宇多田が出発するまで一緒にいてくれたって言ったじゃないですか、話をしてくれてたんですけど、心理テストしてたんですよ。心理テストしてて、なんかの心理テストで、これで分かるのはあなたが今何に対して不安を持ってるかみたいな心理テストで、私未来に対して心配した未来に対して不安を持っていますみたいな。あ、一個だけ心理テスト覚えてるやつやりますね。じゃ
はやちゃんさん、ありが花びら。皆さんも考えてください。お家の庭に壺が埋まってました。その壺の中には今から言う選択肢4つの中で何が入っていたでしょう。想像してください。1、壺の中に家系図が入っていた。あの地面から出てきた土を掘ったら出てきた壺の中に家系図が入っていた。2、壺の中に小判が入っていた。小判、うん、喉かゆい。3、壺の中に蜂蜜が入ってた。4、壺の中にはその地面の土が入っていた。はい、どれでしょう。皆さんどれにしますか。これ正解はないです。心理テストなんで。2番、小判、うん、答え全部覚えてないかも。ハツカは何にしたの。小判。おあーそうそう覚えてる。オッケーオッケー。蜂蜜、小判。3番、ちょっと3番蜂蜜か。2番が小判だよね。じゃあみんな考えたかな。じゃあ正解を言います。正解じゃないか、シルテスの結果を言います。まず1番の家系図を選んだ方、まずこの心理テストで分かるのはあなたが何に騙されやすいかが分かります。では1番を選んだあなたは、1番を選んだ家系図を選んだあなたは、家柄やそういう家柄とか職業とかに騙されやすいみたいな人です。で2番の小判を選んだ人はお金に関することで騙されやすい。で3番の蜂蜜を選んだ方は見た目とか言葉、甘い言葉に騙されやすい。で4番を土を選んだ方はあなたは現実をちゃんと見てるので比較的騙されにくいでしょうっていう心理テストでした。なるほど。そうまんまだけど何の心理テストをしてるかは分からなかったでしょっていう心理テストを1時間くらい一生やってました。あと何やったかな。だから自分たちが言った回答しか答え見てないからちょっと分かんないかもしれない。そう私は小判を選んだからお金で騙されやすい。4番は全然考えてなかった。私も4番も一瞬考えたけど、うんっていう心理テスト。心理テストって面白いよね。うん、あの星ひとみさんの星座、生年月日の占いみたいなのがネットにあるんで、それもね結構当たるんでやってみてください。蜂蜜ねないよね。でもねその舞台の方は蜂蜜にしてた。3人でやってたんだけど、蜂蜜と2人が小判。蜂蜜だね、本当だよね。粒に蜂蜜入れてんのプーさんくらいだよね。舞台の方に合ってます。毎日合ってるよ舞台出てたから。もう今日からはもう今日もう終わったから合わないけど、そうだよね。占いは私は占いを信じるっていうか参考にする。なんか占いで全て、なんか例えば占いしてあなたはこれが向いてないんでやめた方がいいですって言われたからやめるとかそういうことはしないんですけど、なんかそこまでの占いも行ったことないんですけど、普通に目覚ましのさ星座占いとかは見て、あラッキー1位だとかそんくらいなんだけど、私そうそれもコロナの療養中にすごい時間があったんですね。そうコロナ療養中にお家で療養しないといけなくて、
で人と会わなかったから、ミッサーとまたそれも舞台の共演者の方とこうグループツアーをして占いを見てたんですけど、その星ひとみさんの星座占いみたいな、星座じゃない、生年月日占いがあるんですよ。生年月日打ったら何個かタイプがあって12個くらいタイプに分類されるみたいな。それも結構当たってるの。だからそれは普通に他の人の調べても、あ、本当にこの人の性格言ってんなって思うくらいあった。これ面白いかったですよ。ああ舞台向いてる。うん、8であと10年もう30歳になってるか。30歳か。そう、面白くやってみて。星ひとみさんの生年月日の占い、あら9位に下がってしまいました。やってみて。私はそれは月タイプみたいなやつだった。あのそのサイトから宇多田の生年月日打ったら、あの宇多田の結果も見れるから気になった方は調べてみてください。多分結構合ってるなと思うと思う。うん、やってみて。アイスナペットマクさん、ありがレインボーした、たくさんありがとう、ありがとう。ありがとう。すごいたくさん。ありがとう。血液型は信じますか？あんま信じないか、あんま当たってないと思うんだよね。わかんない、なんかなんとなくあの人 B 型なんだとか AB 型なんだ、面白いくらいかな。しん、めちゃくちゃ信じはしないか。そうそうそう、星ひとみさんのちょっと詳しい名前も覚えてないけど、生年月日打つやつだあればそれだと思う。実は B 型です。マジで？こんばんは。なんかそういうのってでも楽しんだもん勝ちだと思う。なんか占いとかもさ、いやそれって本当に、あ、なんか当たるとか科学的にとかさ、そんなこと言ったらキリないじゃん。それでさ楽しんだもん勝ちよな。あかもしれないみたいな。あありがとう、まさくまさん、ありがほしい。ただばね、ありがとう。でも充電器なんだ。うん、あ、待って、これ17分じゃん。ランキング合わないともう消えちゃう、危な。13位、ゲンさん、元さん、ゲンさん、元さん、ありがとうございます。12位、まさかだとマークふふさん、まさかつさん、ありがとうございます。11位、はやちゃんさん、はやちゃんさん、ありがとうございます。
9位ひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます。9位すーさん、すーさんありがとうございます。8位なおきさん、なおきさんありがとうございます。7位てっさん、てっさんありがとうございます。6位わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます。5位まくりざしさん、アンドパアンドまくりざしさんとマークパピアンドポコーさん、まくりざしさんありがとうございます。5位4位ショッチさん、ショッチさんありがとうございます。3位まさくまさん、まさくまさんありがとうございます。2位バクさん、バクさんありがとうございます。そして1位はエースのワンペアとマークユエさん、エースのワンペアさん、あーはじめさん、なるほどね、はじめさんありがとう、ありがとう。ということでもう切れちゃうかな今日はランクアップちょっとランクダウンしちゃったんですけど、まあそれはねしょうがないという、みんな頑張ってくれたからありがとう、感謝ですね。仲良い、終わる頃になってちょっと目かゆいのと喉かゆいと耳かゆいの落ち着いてきた。応援してくれてありがとう、感謝です。10代出してなんでね、笑顔で終われるように頑張ります。じゃあもう切っとこうかな、急に切れたら悲しいから。じゃあ今日は見てくれてありがとう、またねスケジュール考えたら出します。ありがとう。お疲れ様。おやすみ。